はい、皆さんこんばんは。無双スターズやっていきたいと思います。斉藤今です。今回はね、夜と戦う騎士いきたいと思います。レグリナ前回仲間にしたんでね、使っていこうかなと思います。英雄たちは化け物に包囲されたノブニャガの救援に向かう。そこで出会ったのは化け物と戦うウルワシの騎士だったと、いうことでいきたいと思います。今回レグリナね使っていくんで、強いのか弱いのか全く僕もねまだ使ってないのでわからないんですけれども、やっていこうかなと思います。化け物たちはかなりの数です。ノブニャガ様は前線していらっしゃいますが、多勢に無勢、さすがのノブニャガ様も徐々に押され始めている模様です。急ぎ救援をお願いいたします、ということで今回はい、レグリナですね、どういう動き、どういう武器、どういう戦い方をするのか全くもって僕も分かってないんでね、非常に楽しみなんですけれども、そこをちょっと要注目で、いきたいなと思います。苦戦しております。直ちに救援を。あ、強いです。はい、もう分かりました。強いです。これがもう通常攻撃やば。あの範囲が広い。待って、信長黒猫かって言われて済まされたぞ今。こういう時に便利だな信長。あとチャージ技とかも試していきたいな。ちょうどいいところに。こいつらを倒すのは手伝ってくれない？いいよ。待て。私はアーナス。アーナス。教皇庁のエージェントだ。知り合いの猫を探してたら、こちらに襲われてね。アーナス。チャージ、順番に試していきましょう。まずチャージ1がバナナの皮を。単純なトラップですねこれ。すごい単純なトラップ。チャージ2がなんだ。なんか投げてんな。はあ、はあははあ。なんか投げてる。針みたいなの投げてますね。3、4、5。なんでしょうか。爆発するみたいな。あ、次元式爆弾なんですねこれ。ああ。はいはいはい。待って。自衛式爆弾でいいのかな。まあまあ見ていきましょうか。チャージ3がまあこれは単純に普通の通常攻撃か。大丈夫そうですね。急ぎノブニャガ様を救いに行かねば。オッケーオッケー。待って、助けてくれたお礼に力を貸すよ。ありがとうアーナス。おー、アーナス聞き分けいいな。この子たちはセレバン、私の命令に従うヨーマだ。物を壊すのが得意だから、何かの役に立つと思う。はい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 。あ、今までのキャラクターはちょっとダダこねるやつ多かったんですけど、アーネスすぐ仲間になってくれたな。セルバンとやらを狙っているようです。無双技使いますか。無双技も試してみましょうか。あ、チャージ4は使いにくいかもしれないですね。通常攻撃が主流かな。通常攻撃が一番強いかな。通常攻撃軸ですねやっぱり。あ、でも通常攻撃が強いキャラクターは強いんですよ無双で。うん、威力はあんま出ないんですけど、ちょっと無双使います。無双はちょっと使っていきます。先に使われたな。行くぜ。裁きの時は来た。落ちるがいい。おお、力がみなぎってきます。あの大きなセルバンの体力も回復してくれそうです。はい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 。普通に無双技はなんか馬のあれを走らしただけだったな。この近畿よくわからん化け物を撃破して、やった、道が開通しました。オッケーですね。こいつらよく見ると可愛いもんですね。モンスターの増援。私はここで敵を引きつけておくよ。彼らと共にそのノブニガさんを助けてあげて。オッケーオッケー。アーナス頼んだ。アーナスもねなんか強そうですよね。やっぱそれ無双のオールスターで集まってるだけあって、オーソドックスなキャラクターっていうのが少ないんですよね。ウィリアムとか、チョウン、雪村、
三成もなんか罠とか張っていく型なんでね、三成、長雲、雪村、ウィリアムぐらいですからね。あと呂布か、オーソドックスキャラクターがなんか特徴的なキャラクター多いんですよ。普段の無双だと特徴的なキャラクターの方が少なかったりとかするんですけど、信長の救援か、特徴的なキャラクターの方が少なかったりするんですけど、この無双スターズにおいては各ゲームの、オリジナルキャラクターで構成されてるんで、動きに癖があるキャラクターの方が多いですね。武器をまともに持ってないやつとかね、魔法を使うやつとか、あとなんだリオみたいなああいうギャンブル要素のあるやつとか、ノムニアガみたいな鉄砲みたいなやつとかね、オーソドックスタイプって結構無双において強いんですけど、でこのアーナスはオーソドックスタイプっぽいんでね、早く仲間にしておきたいところではありますね。お、来たノムニアガ。まあブレイク7だから耐えれるか、ノムニアガなら連機使いますもん。ここ連機で一気にブレイクとあれ溜めに行きます。で敵削りに行って、連機結構早い段階で使った方がね、ブレイクゲーなんでやっぱりいいんじゃないかなと思ってます。でこのブレイク中は連機中は攻撃範囲が多い、ほぼほぼ敵一撃で倒しちゃうんで、攻撃の範囲が広いキャラクターの方が強いですね。複数にダメージ与えられるんで、遠距離型の方が強いですね、圧倒的に。 OK です。でアイテムが一気に手に入るのがこれ痛快なとこですね。で信長が救援と、で連機使い終わった後ブレイク一気に溜まってるんでね、アーナスが狙われてる？なんだと？アーナスどこにいるっけ？急ぎ戻らねば。オッケーオッケー、アーナスと合流せよですね。容易ですよ。行くぜアーナス。はい合流と。てかすぐ目の前にいたな。会議であった。この世界に話せる猫がいるんだ。すごいな。そこに驚いたキャラクター今までいなかった。実はもう一つ切り札があるんだけど、はあ、少し準備が必要なんだ。頼む頼む、いいぜ。目標地点を目指せ。ほうほうほう、化け物を撃ち続ければ良いのだ。うん、敵を倒すと力が溜まっていくんだ。あともうちょっとだから協力よろしく。オッケーオッケー、目標地点へ向かいます。なんかやりたいことがあるらしいので、極力新キャラクターのね、なんかやりたいことがあるみたいなのは、なんか面白いムービーが見れそうなんで極力やっていきたいんですけど、ここ無双使うか。裁きの時は来た、落ちるがいい。うんうん、結構強い。あーでも入ってないな、今全然当たってないじゃないですか今。とりあえずここの拠点だけでも奪っとこうか。敵のボスはちょっと体力削り切るのが時間かかりそうなんで、拠点だけでも奪っときます。 真似してみたいな。 OK ですね、拠点だけ、とりあえず奪っといて、待て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 、今肉まん落としたでしょ拠点が。これでいきましょう。てかこのモンスターもあれか、アーナスのゲームのキャラクターか。ここもちょっと時間かかりそうだな。拠点先目指した方が絶対いいな。できるだけ、レアなイベント見ておきたいので、できるだけやりたいって言ったことは叶えさせてあげたい。 OK 到着しました。お、アーナスの目標地点到達か。ああまあまあ来ますね、アーナス。さあ何をやってくれるアーナス。アーナスを囲むモンスターを撃破せよ。はいはいはい、
いろいろやれってことが増えてきてるんだが、要求されてることが。裁きの時は来た。裁きの時は来た。落ちるがいい。無双は強い。通常技も強い。でもチャージ技はあんまり強くない気がします。これが何なのかなんだよな。爆発させる方法とか自分式爆弾かなんかなのかな。魔風っての強いんだよな、なんか妙に魔風強いんですよね。削り切れ全員で。やるな。回復挟むか。あ、グーじゃないですね。回復はグーじゃないんだよな。パーが全回復なんですよね。 OK です。あ、こいつもいる。ブラッティローズは防御力を下げる技ですね。回復系がなんかないか。ブラックジャック、まずローズ、おい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 、頼むぜ。落ちるがいい。ブレイク上がったがヒットポイントがまずい。どこまで邪魔立てするか。ヒットポイントがまずい。私の中に流れる青い血を、力を与えて。頼む、アナス。オッケー。さて、そろそろいいかな。レモンフォーム、蹴散らす。これが青い血の力だ。あ、おお、一撃。目の前にいたやつらが。変身の力。少しの間だけ妖魔に変身できるんだ。おお。さあ、この勢いに乗って親玉を倒しちゃおう。オッケーオッケー。アーナスはがぜん楽しみですね。当然次回パートで使っていこうとは思ってますけれども、このゲームね、ルートが、前回のパートでも言ったかもしれないですけど、ルートがね、いろいろと分かれてまして、エンディングがたくさんあるんですね。エンディングがいっぱいあって、危ない。危ねえ。やられかけたな。一旦体力回復に戻った方がいいかもしれないですね。魔風は倒したが、肉まんは出てないと。どうする？勢いでいくか。勢いでいくか。勢いで倒します。やばいやばいやばい。お、勝った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 。オッケーですね。我らの勝利に危なかったですね。でも勲功第一はアーナスにゃ。アーナス、わしらと共に来ぬか。この世界で天下不病を目指そう。天下不病の病が猫になってますそれもいいかも。私はこの世界でも猫に縁があったんだね。アーナスは普段はおとなしそうですね。なんかそれが魔人化するみたいなギャップなんでしょうか。楽しみですよ。アーナス魔人化とかするのかな。無双を使ったりとかすると。なるほどね。この世界もまた滅びに向かっている。あなたたちはそれを救おうとしているわけだ。そなたの不可思議な力があれば我らの目的もすぐに達成できよう。あまりに、私なりに頑張ってみるよと。その目的とやらを達成しないと元の世界に返してもらえないんでしょう。リュリュに会えなくなるなんて考えたくないし。何番の歌詞か。こっちの話とにかくこれからもよろしく。お、猫。黒田ボンベイではないようだな。こやつはそなたの猫か。そういうわけではないんだけど、言うなれば腐れ縁ってとこかな。その縁大事にした方が良いぞ。こやつはいずれそなたを救ってくれるやもしれん。まあ、とりあえず安全なところへ連れて行こうかなと。アーナス仲間にしたことによって、これ結構誰を仲間にしていくかによってね、ルートのあれがだから新しい戦いがこれ多分発生すると思います。キャラクター全員仲間に、今多分全員仲間にできたと思うんで、
新たな戦いが、本編の方ですね、の戦いのルートが開けたんじゃないかなと思います。玉木編ではそうでしたね。刹那のやり方はぬるい、ぬるすぎるわ。天下など夢のまた夢よ。あやつに任せてはおけぬ。今より織田信長が立つ。天下不平をこの世界で成し遂げてみせると。本当にやるなら私も付き合うよ。家族同士争いあるのを見るのはもううんざり。それよりもう信長が作る天下の方がよっぽど、こっちの世界で天下取ってもどうしようもないんだけどな。やっぱでも刹那に協力し続けるでしょ。刹那に協力し続けるを選びましょう。ノムニャガさん、もう少しだけ待ってみようよ。多分ノムニャガルートだと思うんですよね。刹那ルートがこっちなんで、ノムニャガ気が変わったらいつでも私を誘ってねと。アーナス仲間にしました。アーナスさん、あ、これ刹那ルートの方ですね。一つ頼みがあると。祠の近くに玉木が布陣しているらしい。祠を奪うついでに一気に攻め立てればきっと戦意をそげるだろうと。分かった。そうそう、アーナス仲間にしないと多分これ発生しなかったと思うんですよね。アーナスさんなら絶対にできる。あなたの戦い方すごくかっこよくて綺麗だ。そこまで言われるとなんか恥ずかしいなと。優しき王女玉木、発生しました。幻惑の森、新キャラクターか。ありがとうございます。ああ、あれはあれですね、仲間にしたキャラクターですね、玉木編で。うん、ということなんで次回ここですね。こっちの本編ルートの、刹那の本編ルートの方ですね。優しき王女玉木、次回はアーナス使っていきたいなと思います。そうですね、一旦この辺でこのパート切ります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回もね、まったり、楽しくやっていけたらなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。